神様になった日、いよいよ皆さんに見ていただけるということで、本当にオリジナルらしさ、どんな物語が何ていうのかな、受け取ってもらえるのか、俺らも多分すごいワクワクしてるタイミングなんですよね今ってね。でもきっと面白いものになってる。僕は今1話を見た段階なんですけど、あ、これこの1話からあの物語が進んでいくのはきっといいぞと思っているので、もう何も考えずに前半とにかくバカバカしいんで、気がついたらきっと彼らのことをちょっと好きになってくれてたりとか、お話の広がりが気になってくれてたりとか、物語のラストに向けて一緒に進んでいってもらえることになると思うので、ぜひまずは見てみてください。よろしくお願いします。